はい、こんにちは、ひとです。今日紹介するアイテムは、はい、こちらになります。いや、これじゃないんですけど、これ実は今までね、YouTube の撮影に使ってたルミックスの GX8 です。これね、すごいいいですよね。でですね、今回この前からですね、ちょっとカメラ、今撮影してるカメラがルミックスの G7 に変更しました、ね、型的にはちょっと落ちたのかなと思うんですけど、こちらね、外付けカメラです。あ、外付けのマイクですね。マイクがつけれるっていうかね、標準的なサイズのやつがつけれるというのと、あとやっぱりプラスチックボディですので軽いですね。やっぱりこちらに比べて軽さがあるもので、やっぱり軽い方がいいかなというのと、あとこれね、趣味じゃないんですけど、持ち運び用にね、やっぱり使いたいなということで、こちら今までこれストラップつけてたんですけど、持ち運ぶのに適したものを購入しましたということでですね、購入したアイテムはこちら、はい、こちらです。 Amazon で購入しました。中身は何かというと、あ、これじゃないや、いや、これ中身はこちらです。カメラの首からかけるストラップを購入しました。こちらですね、こちらになります。まあ有名な、ね、ストラップですね。ピークデザインの一番サイズの幅のね、狭いのを購入しました。色はセージです。じゃあ外側はこんな感じで、横に日本語の注意書きが書かれております。ね、この紐なんかね、すごいちょっとおしゃれな箱になっておりますね。こんな感じです。じゃあ開封しますね。どう開封するのか、ここか、ここだな。はい、こんな感じです。こんな箱になっております。これね、付属品が説明されております。
で、こんな感じで梱包されておりました。じゃあね、付属品はこちらのストラップですね。ストラップと、あとこのカメラの底につけるですね、アンカーをつけるための金具ですね。と、アンカーが、アンカーが計4つついております。でですね、このアンカーなんですけど、こんな感じで、この縁ね、この縁の紐が最初は黒なんですけど、それこれ剥がれてくると黄色になって、それで赤が表示される頃交換してくださいということで、耐荷重は90キロまで耐えるそうです。でですね、ここですね、カメラのここにつけてですね、よいしょ、つかねえな。じゃあですね、これをつけたいと思うんですけど、これですね、このアンカー、アンカーをカメラに装着したいと思います。まあ、この GX8 をですね、ここやはりこの本体からついている穴はちょっとちっちゃいですので、こちらですね、こちらの金具はつけました。金具をつけて、あとこれはですね、こんな感じで通していただいて、はい、これで装着が完了です。でですね、これストラップ、ストラップにはこんな感じで、ストラップはこのアンカーをこちらに差し込んでパチンとはめるだけです。これね、こんな感じです。でもこちら側もつけたるもんね、こちらも、ね、ここを通して、こんな感じでパチッという感じになります。あれですね、ここのところですね、これを持ってあげると高さですね、高さが調節することができます。こんな感じですね。でですね、肩掛けですね、肩掛けにする場合こんな感じで、ね、こんな感じでこれです。で、伸ばしたり縮めたりですね、縮めた状態、これですね、縮めた状態からワンタッチ、ワンタッチでスッと下げることができます、ね、これですね、この状態から、この状態からずっと下げてこうということができます。例えばね、動画を撮るときはこの辺のストラップですね、三脚において動画を撮るときはストラップが邪魔ですので、ここをして外すと、で外すと簡単にですね、簡単に外すことができます。でですね、これ使ってないときは付属の袋がありますので、袋にしまっておけると
ね、こういう収納ケースマニアとしてはこれ嬉しいケースになっております。はい、じゃあね、今こちらとこちらでね、首からかけてみましたけど、今度これね、この下のこのネジャーでですね、三脚の穴に取り付けてですね、このアンカー付きのやつですね、これをちょっとつけてみたいと思います。こんな感じですね。するとこんな感じに使えるようになりますね。あとはこちらをカチッと、こうしてこんな感じにして、この状態でぶら下げるという感じになります。じゃあ実際につけたいと思います。じゃあね、かけてみました。で、このかけた状態でこうね、こんな感じになります。でですね、この状態で下げて、こんな感じで、もうちょっと感じるかな。この意外と横向きがいいかも。でもどっちみちここはクロスするのよね。右に持つときはこっちか、ね、右にかけるんやったらこっち、左やったら逆かな、逆でもいいね。こっちやったらワンタッチもね。はい、今回ですね、紹介したのはピークデザインのウルトラライトカメラストラップリーシュですね。リーシュの紹介になりますということですね。これからですね、遊びに行くときとかはこちらですね、こちらを持ち歩きたいなというふうに思います。はい、ということですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。受けてこう思ったんですけど、こう、こう悪くはない。もうちょっとここのクロス。